皆さんこの時間はどう過ごされているのでしょうか。もしかして晩酌中ですか。ドデスカを担当しています武田元美です。夏、仕事終わりの冷たい一杯、これを楽しみにしている方もいるのではないでしょうか。私もその一人です。その一杯をどこで飲むか、これまた人それぞれだと思うんですが、私はあえてベランダで飲んでいます。まあ、ベランダそんなに広いわけではないんですけれども、なんかちょっと外で冷たい一杯飲むと気持ちいいな、自分お疲れっていう感じになりますね。敵は、まあ、もちろん暑さ、ね、そして蚊ですね。ただそれさえ気にしなければ本当に気持ちいいので、ぜひ試してみてください。ちなみに私がベランダで使っている椅子とテーブルはキャンプ用です。 おしゃれなんです。ただ一度もキャンプには行ったことはありません。キャンプいいですよ。焼きマシュマロ食べて、星空を見て、バドミントンしてください。今日も地元にメロメロ。